はい、どうも、仮想 YouTuber です。今日は線形代数のこの問題を解説します。問題文を読みます。IJ 成分が A の IJ イコール絶対値の I 軸 J である N 次正方行列 AN がありますよと。で、この AN の A 絶対値じゃないですね。これ AN の行列式が、マイナス1の N 軸1乗かける N 軸1かける2の N 軸2乗。で、この鍵括弧ついてるのこの鍵括弧の中身を示せってことです。だから、この AN がマイナス 1N-1 乗かける N-1 かける2の N-2 乗をで表せるよと。ただし N は自然数、っていうのを示せという問題ですね。これをやっていきます。はい。で、なんでこれをやろうかと思ったっていう理由は後で話そうと思います。その前に、これだけじゃまずわかんないので、具体的に AN っていう N 次正方行列がどういう行列なんだろうかっていうのを書いていきたいと思います。だこれ大事ですよね。これに従って書いていきましょう。で、まず、1次成分は 1-1 なので、これが0。A11 は0。見えるかな？で、そうですね。1行目を順に書いていきましょうか。じゃあ、1次成分は 1-2 だから1。で、1次3は 3-1 で2。こんな感じでどんどんどんやっていって、1n 成分は n-1 で、L-1 になりますよ。2行目、2行目は217は同じ感じで1、22は0、23は3-2で1で、こんな感じになってて、 N2N 成分は N-2 ですか。で、こんな感じでどんどんで、3行目もやっていきましょうか。で、3-1 で2、算数が出来上がってますね。で、同じ感じで1、0。こんな感じで、なんか見えてきましたね。なんか、何ですか。この対角成分が0になるのかな。で、あと1、2って感じでこう連続していくのかなっていう感じが見えてきました。そんな感じに実際なります。あ、そうですね。ちょっと書き忘れていたんですが、ここは N 列目なわけですけど、N-1 列目を書いてみましょうか。だから、1行目の n-1 列目は n-1-1 だから、これ n-2 ですね。n-1 行目の、ここ、一番上が n-2 になります。同じ感じで、2行目の n-1 は n-1-2 だから n-3 ですね。あ、1ずつ、こう、変化していますね。で、3行目いきましょう。3行目の n-1 行目は n-1-3 だから n-4 ですね。見えない。薄い。n-4。で、ここが n-3 になります。で、まあ、こんな感じで、点々点と、いろいろあるわけです。で、まあ、最後 n-1、世界観、こっちに合わせて、n-1 行目を考えていきましょう。n-1 行目の、ここ n-1、成分が n-1-1 だから、n-2。で、まあ、こんな感じで、隣が n-3。まあ、ここ、いいや、めんどくさいので、で、こんな感じになって、ここは0、1になるんですね。で、N 行目が N-1、N-2、文字が汚くてすみませんが、で、こう1、0。まあ、こんな感じで行列になることがとりあえず分かりました。これ0ですね。0。はい。で、で、この行列式を出したいってわけですが、まず、これはですね、そうですね、いろいろ行列式を求める方法っていろいろあると思うんですが、そうですね。4因子展開はちょっとめんどくさそうですね。まあ、やってもいいかもしれないですけど、まあそれはかなり時間かかりそうだな、難しそうだなって感じがします。はい。なので、ここはシンプルに、行基本変形です。基本変形で考えることにします。行基本変形です。基本変形を施しても行列式の値は変わらないよってことでした。なので、で、そうですね。天下り的な感じで、N-1 列目と N 列目に着目します。すると、これを見てると分かりますよね。こことここの値が1ずつ違うよと、具体的に書くと、まあ、例外が1個だけあるんですけど、N 列目マイナス N-1 列目が大体1になると。例外はどこっていうと、ここですよね。ここだと N、ここ引く、ここはマイナス1になっちゃうんですけど、例えば上から見ると N-1 マイナス N-2 は1。
でここも引き引き算して1、これ引くこれは1で、もちろん1引く0もこれ1になりますね。だから大体1になるよっていうことが分かりました。なので、で列基本変形をとりあえずあの n 引く1列目 n, n 列目マイナス n 引く1列目を n 列目に施します。するとどうなるか。でまず、n 列目はどうなるかっていうと、でここ引くここだから1で下も11点点点点点で1引く0でまで行って1で0引く1でここマイナス1になりますね。で、n 引く1列目は変わりません。なので、ここは n 引く2このまあのここのままやコピー&ペーストですね。 n 引く4点点点で、ここが0、1になるよと。であのここも変わらないですね。だから全部 n 行目以外は全部変わらないですね。だからちょっと写しておきましょう。210で n 引く2 n 引く1 n 引く3 n 引く2、まあこんな感じですよってことが分かりました。はい。でここでですね、あのまたここを考えるわけです。この止まりって何かっていうと n 引く2列目ですね。で n 引く2列目はどういうふうになってるのかっていうと同じ感じです。で、上が n 引くあじゃあ 1の 1n 引く n 引く 1n 引く2だから n 引く2マイナス1だからここは n 引く3になってて n 引く4になってて n 引く5になってて点点点点でそうですね。ここは0になってて1、2になってるって感じですね。でここは1になってる。でここは n 引く2列目ですと。で同じ感じでここでも n 引く1列目マイナス n 引く2列目が大体1になるってことが全く同じ理由で分かります。そうですよね。1引く01で例外はここだけです。ここだけ多分だからここだけがマイナス1の値になって、そうですね。あすいません、例外ここだけじゃないですね。ここもこうそうですね。だからここから上のところは全部 n-1 ですね、マイナス n-2 ですね、また1になるけど、こことここだけは 0-1 でマイナス1、1-2 でマイナス1になります。ってな感じで、あの、こんな感じです。わかりますかね。何が言いたいかというと、まず一番最初は n 列目マイナス n-1 列目を n 列目に施していると、こうなると。でその n 列目が終わったら n-1 列目マイナス n-2 列目を n-1 列目に施す。それが終わったら n-2 列目同じ感じで隣同士 n-2 列目マイナス n-3 列目を n-2 列目に施す。それをずっとやるとどうなるかってことを見たいわけです。あの列基本変形ですね。するとだからこんな感じであの操作を繰り返すとどうなるのっていうと、まず n 列目はさっき書いた通りで1マイナス1って感じになるわけです。で、で、ここも111ってなって、点マイナス1マイナス1ですね。なりますよね。ってなるわけです。で、こんな感じでこうやっていくとですね、その値が、で、ここで11で、ここでマイナス1になります。で、マイナス1じゃない。でバーってやって、でこの下1、8、マイナス1で、ここ全部マイナス1の三角形ですね。で、そうですね。で、ここもマイナス1なのかな。で、マイナス1、点点点、マイナス1になってて、で、これ一番大事なのがですね、1列目は変わらないよってことです。だから1列目は上から0、1、2、点点点、まあ、で、まあ、1引きましたら n-1 になりますよということです。で、で、あの、そうですね、消してる間に話しておくと、僕はなんでこの問題を選んだかっていうと、あのこれは僕が今、数学科に通っている大学1年生なんですけど、あの
フレッシュマンってやつですね。ちょっと上が、あ、いいのか。で、それで、まあ、大学で、授業、線形代数の授業を受けたときに、で、教科書にこの問題があったわけです。炎症問題があったんですけど、で、それで、最初僕は解けなくて、わかんなかったんですね。で、早稲田大学には、学生、数学科の学生がなんか、ズームで対応してくれよっていう、なんか、そういう相談室みたいな感じがあったので、今、これを映してるんですけど、同じことを映してるんですけど、で、その学生相談のズームで聞いてみたんですよ。解けませんと。教えてください。しかも明日試験なんですって。やばいですって言って。これが出たらもう終わりですみたいな感じで相談したんですね。で、それで、相談室を使うのは初めてだったので、緊張したんですけど、あ、そう。で、それでね、なんで相談室まで行ったのか、本で解決するだろう。なんか、ヒントとか書いてあるだろうと思うんじゃないですか。答え見ると、一文字ね、なんで書いてあったかっていうと、一文字、これですよ。よくあるね、略、許せませんね、本当にね。著者が手抜きしてるとしか思いません。というので、相談室に行ったら、大学院生みんな解けなくてですね、難しいねって感じになって、最後僕は全部解いてしまったんですけど、まあ、全部というか、ヒント、院生の方々もらいながらですけど、先輩方もらいながらですけど、だから僕にとっては印象深い一問であるわけです。さあ、続きいきましょう。ここからですね、ポイント。ポイントは、11成分を1にせよということですね。11をどうしても1でも1にしたいよと。で、あとはなんですかね、対称性じゃないですけど、この全体の格好を整えて、ここってなんかすごいなんか綺麗な形をしてるじゃないですか。こう三角形が、マイナス1の三角形があって、結構綺麗な形をしてるので、残したいなと思ったときに、で、あと11成分を1にしたい。これが金貨の玉状なわけですね。で、っていうので、またレス基本変形です。まず、1列目と2列目をスイッチ交換します。すると、行列式がどうなるかっていうと、交換するから、まず、1列目がこうなるわけですね。で、2列目が、ここだから0、1、2、点点点、n-1 になるわけですね。で、3列目以降は同じになって、なんかここと同じになってっていうことですね。で、1、1で n 列目がマイナス1で、こうなるって、三角形ができるよというわけです。マイナス1の三角形ができるよというわけですね。で、今、こことここを変えましたよね。こんなに変えましたよね。で、すると、量子式はマイナス1倍されるわけですね。ちょっと、すげえ見づらい。わかりますかね。今やったのは、ここの行列、まあ行列式の行列の1列目と2列目を交換すると、こういうふうになります。交換されてますよね。ここがここに来て、ここがここに来ていると。で、すると、行列式はマイナス1倍されるという性質があるわけです。こんな感じで、次は、この2列目と3列目を交換、3列目と4列目を交換って交換して、1つずつこう隣で、隣2セットで交換していくことによって、最終的には、この一番最初に1列目にあったものを、一番右側、N 列目に持っていくことができるよってことですね。で、N 列目に、こいつを N 列目まで持っていくまでに、交換は何回行われるか、これは上計算ですね。N と1回も行われますよということです。で、それぞれマイナス1倍かかります。なので、どういうふうになるかというと、11成分を1にせよという金貨の玉状を消して、これが、まあ、そういう操作でどういうふうになるかっていうと、こうなるわけですね。マイナス1、マイナス1、点点点、マイナス1。これは、全部写したらどうなるかっていうことです。を今ここに書いているわけです。で、1、1、1、で、点点点、で、間違えました。1、マイナス1。で、マイナス1の三角形ができます。で、ここが、ここに最終的に移っているわけだから、0、1、2、点、点、点。で、マイナス1ましたが、n-1、まあ、n-2 ですか、になるわけです。で、マイナス1が n-1 が1回かかってるから、ここで、マイナス1の n-1 が出るわけです。お、これはこれですね。出てきましたね。あとは、ここの行列式はここであればいいわけですけど、
をなんか近づいてる感じがしますね。ここに来るまで僕は結構そのさっき言ったズームの相談室で結構時間費やしたわけですけど、はい、やっていきましょう。それでですね、ここで奇妙な足し算をしてます。で列の話は終わりです。次からは行の視点 に切り替えていきたいと思っていて、ここから行基本変形を使います。1行目足す2行目を2行目に反映させます。するとどうなるかっていうと、これはだからで、それとはこの値はどうなるか、だからここの値はどうなるかっていうと足し算してるわけなん でそれを2行目に足してるわけなんで、まず1行目は変わらないわけです。で、で、点10で、2行目はどうなるかっていうと、1引くマイナス1、0、1で、1足す1は2で、ここ全部1ですよね。だから2、2、点点点点点って全部2になるわけです。で、1足す1は2で、0足す1は1、はい、っていう。で、あの下はまあ同じとでも書いておきましょうか。こうなるわけです。で、で同じ感じで次は1行目足す3行目を3行目に反映させたいわけです。それどうなるかっていうと、機械2ですね。で、こういう変な書き方をするから、あの僕は入試の時に最後数学の時間に1人だけ文字の汚さ呼び出されたりするんですけど、まあそんな汚いのどうでもいいわけです。で、1行目足す3行目を3行目に反映させるとどうなるかっていうと、1引くマイナス1で、これを3行目に足したいっていうと、1引くマイナス0、2引くマイナス1、0で、ここで、ここはどうなるかな、マイナス1、なんかこう1なのかな、うん、1ですよね。で、だから、ここが2なのかな。で、点点点で、ここも1足す1で2ですね。で、ここが2になると。で、同じ感じで、1行目足す4行目、4行目、1足す5、1行目足す5行目を5行目に反映。で、点点点点ってな感じで、1行目足す N 行目を N 行目に反映まで仕切るとどういう風になるかっていうと、これがまずここで、まあ、0になって、で、あのこんな感じになるんですね。で、あ、 N-1 行目書きましょうか。 N-1 行目書いておくと、ここは2で、ここ N-2 ですか、で、ここ N-1 ですか、で、ここは0になって、ここ全部0になるわけです。お、上三角っぽいですね。で、さらに、あの、行列式の、性質によって、還元定理って言いましたっけ？で、ここの並びが、だから、あの、さっき言った金貨玉条、一律成分を1にしたわけですけど、そこ、あの、一律目は、一律成分以外全部0になってると。っていうと、こういう性質がありまして、一般にですね、100.0、まあ1、要はあの1成分以外、この1列目の値が全部0になってる。で、なんか値があるよって。で、なんかまあ適当に、まあパパパパパってこうね、数字があると。で、こういう行列の行列式を考えると。すると、これは、あの、ここ以外、だからまあ、いや、こういう形をしてるときには、ここを消してもいいよっていう話になるわけです。だから、この中身の行列式になるよって性質があるので、今回もその形になってますね。なので、ここを実質消すことができます。消してみましょう。消すと、2.2、これ1ですね。1。で、で、2がこういう風になって、で、マイナス1、あ、まあ、N 数1、N 行目があって、点、で、2N マイナス2、0n-1 って行列式と、これは全く同じ値を表しているということになるわけです。で、これはどうなるかっていうと、ここはちょうどあれですね。あの全部0の三角になってますね。まあ、要するに、これが上三角行列になってますね。なので、この値はどうなるのかなっていうと、ここの値ですね。これの値はどうなるのかっていうと、そうですね。で、で、ここ注意です。ここだけを考えています。だから、ここは全体で n-1×n-1 の行列になっているわけです。だから、で、ここに2は、ここです。ここから、こ
ここまでですね。1個ないですね。で、ここが N 引く2個、2がこうあるわけです。で、最後に NN7 に N 引く1があります。まさしくここですね。なので、上三角行列の性質によって2が N 引く2回ですか。N 引く2かける N 引く1になりますよ。よって、N が、もうこのマイナス1をここにかけているわけです。N マイナス1のn-1、2の n-2、n-1 というふうに明確に示すことができたよというわけです。本日は終わります。意外と簡単でしたね。